韓国開発のステルス戦闘機 KF-21 ポラメについて、みんなはもう知っているかな？韓国発のステルス機なんて全然期待していないけど、どんなものかは気になるよね。そんな KF-21 ポラメの性能が明らかになってきたみたいだよ。韓国は情報の盗用から、製造のずさんさ、整備のいい加減さにわたって、いい噂は全く聞かないからな。F-35A 戦闘機なんかの情報を盗んでないといいがな。あとはきちんと飛ぶかどうかだよね。一応6月には飛行テストも行われるみたいだよ。さて、今回はこの KF-21 戦闘機ポラメを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国が国産戦闘機と銘打って、韓国航空宇宙産業会が開発を進めている KF-21 ポラメについて、韓国の中央日報電子版が北東アジア最強の潜在力を持つとした記事を公表しているよ。それによると KF-21 については、世界最強のステルス戦闘機とされるアメリカ空軍の F-22 ラプターと似ているとし、韓国空軍で未だ1970年代の F-4 ファントムや、F-5 タイガー韓国用は KF-5E、F タイガー2などの第3世代ジェット戦闘機を運用しているんだけど、それらに加えて第4世代の F-16 ファイティングファルコン韓国用は KF-16 とも交代させる見通しとしているようだね。この記事が正確なものであるとするならば、KF-21 は現時点で2026年6月から配備を開始する予定とされているため、韓国空軍は F-22 と同じ第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めながら、F-4 や F-5 の運用を続けていくことになり、つい先日死亡墜落事故を起こした KF-5 をこの先5年以上も現役として飛行させるつもりであるってことになるよね。どうするかはわからないけれど、中央日報の記事では、KF-21 には国内開発の、AESA 能動型電子操作アレイレーダー、EOTOP 光学追跡装置、IRST 赤外線追跡装置、EW スーツ統合電子線装置システムを搭載するとして、韓国の国防科学研究所 ADD が開発、ハンファシステムズ社が製造した、AESA は、中国やロシア製のレーダーと比べて性能が優れているとしているんだって。比較して自分たちの方が優れているっていうのは、韓国の常套句だよね。その話も眉唾ものだけど、ハンファシステムズ社は、イスラエルのエルタシステムズ社の支援によって、AESAレーダーのハードウェアを完成させたとされており、完成後にイタリアのレオナルド社の技術支援を受けて、フライトテストベッドのボーイング737に搭載されて実施されたとされ、今後は同様に737を用いたレーダー試験が韓国国内で予定されているとしているんだ。AESA、電子光学追跡装備、赤外線捜索追跡装置、統合電子線装置に関して、韓国は2015年頃アメリカにこれらの技術支援を申し込んだんだけど、以前アメリカから導入した F-15K において、禁じられていたブラックボックスのうちの一つである、暗視装置を分解したことがアメリカ側に発覚しただけでなく、対艦ミサイル、多連装ロケットシステム、戦車関連技術などアメリカから導入した兵器から数十種類の技術を無断で盗んでおり、そのため技術移転を拒否されたと見られているよ。そのためかヨーロッパ諸国の有力戦闘機メーカーにおいても韓国からの技術支援要請が拒否されているなどの報道が伝わっていて、韓国国内では防衛事業庁の責任問題に発展していたんだって。AESA 能動型電子操作アレイレーダーとはいわゆる火器管制用のアクティブフェイズドアレイレーダーのことだな。アメリカではノースロップグラマン社製で F-35 に搭載されている AN-APG-81、そして F-A-18E、F スーパーホーネット搭載のレイセオン社が開発した AN-APG-79 などが短距離ルックアップモード 150km の性能で、F-22 に搭載されているノースロップグラマン社とレイセオン社が開発した AN-APG-77 では短距離 250km とされているぜ。日本では1980年代から1990年代に短距離 110km の J-APG-1 を開発しているんだけど、これは初めて量産機 F-2 戦闘機に搭載された AESA であり、現在は技術研究本部においてさらに小型化と、短距離百数十キロメートルへの延伸を目指す J-APG-2 の開発が進められているよ。そして、中国では2000年に KLJ-7 と呼ばれる AESA を実用化しており、これの短距離は110km で現在はより高性能な KLJ-7V2 が製造されているとされ、ロシアにおいては最新鋭の第5世代ステルス戦闘機スホイ57に搭載されている N36 ベルカと呼ばれる高性能、AESAでは、短距離 400km とされているんだ。これまで、AESAを自国で開発したことのない韓国製レーダーは、
これらよりも高性能であるとされているらしいけど、2019年9月27日の中央日報日本語版では探知距離は 110km 以上と報じていて、2022年2月から実施が予定されている性能テストの結果が気になるところだよね。どうせ大したことないんだろうけど、他の光学追跡装置、赤外線追跡装置、統合電子線装置については、防衛事業庁では韓国で生産した経験があるとして国内開発が可能としているけど、進捗状況などについては何も情報が伝わってはいない状況だよ。また、2020年2月にハンファシステムズ社が KF21 に地形追証、地形回避システム TF-TA を組み込むために、イスラエルのエルビットシステムズ社と契約。これにより視界が悪い悪天候でも低高度において安全に飛行及び操縦できるようになるほか、敵の領土内でもレーダーに検知されずに行動することができるようになったと発表しているんだけど、これによって2019年9月時点で発表された国産化率 65% という数字がさらに低下すると見られているよ。国産化率においては何よりもエンジンをアメリカのゼネラルエレクトリック社グループの GE アビエーション社製の F414GE400 エンジンを導入することが決まっているため、純粋な国産戦闘機とはならないことが決定しているし、今さら何パーセントになろうと問題はないんだろうけど、機体を構成する様々な部品が外国製品では、製造価格やメンテナンス費用が高騰する恐れがあるとされているね。そして、中央日報の配信記事では KF21 のステルス性能について触れ、海波レーダーに探知される面積 RCS の解析及び試験で航空機の形状を最適化した、低飛探知性を達成するために各2個の垂直及び水平尾翼、菱形状の主翼と空気吸入口などをステルス戦闘機形状に設計したとしているよ。しかし、中央日報では先の配信記事と同じ日付の別の配信記事で、2021年4月の出庫式後に分解され謎を呼んでいた試作1号機が再び組み立てられ、12月29日に貝の格納庫から引き出されてお披露目されたニュースを伝えているんだけど、こちらには機体の形状変更が行われたとは書かれておらず、貝談話の信憑性が疑われているんだ。さらにステルスに必須の内部武装蔵も必要に応じて製造できるよう準備したと貝側が語ったとしているが、これは裏を返せば現状ではウェポンベイ内部武装蔵がなく、ミサイルなどは翼下など外部に装着することになりステルス性能は格段に落ちるということなんだよ。そして防衛事業庁関係者団として現況でも F-A18 より RCS は小さいと紹介した上で、KF21 の RCS は1平方メートルより小さく、一般的にステルス機能があるとみなされるので純ステルス機だと主張しているんだけど、その RCS はユーロファイタータイフーンと同程度の 0.5 平方メートルと言われているよ。この中央日報の論理では、第 4.5 世代とされるユーロファイタータイフーンもステルス機となり、日本の F2 戦闘機も RCS が 0.9 平方メートルなので純ステルス戦闘機と言えることになると指摘する声があるのも確かだな。その他2021年8月13日に、韓国の東亜日報がレーダー波などの電波を吸収する塗料が開発されたと報じていて、KF21 の試作機に使用して検証するとされているんだけど、どんな戦闘機でもステルス機にしてしまう画期的な塗料を、なぜすぐに現有機で試験を実施しないのかと怪しむ声も多いんだ。KF21 の開発に関してはまだまだ他にたくさんの不可思議な報道が韓国から発信されていて、何が真実やら判断がつかない状況であり、実機が飛行したとの報道がない限りは共同開発のインドネシアからも評価されることはないであろうと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは俺の雑学の時間だよ。待ってました。おいおい、そんなに怒るなよ。前回の約束だろ。わかってるよ、怒ってないよ。今回だけだからな。なら雑学に入るよ。子供から大人まで愛される、イクラについてだよ。みんなはイクラは好きかな？僕は大好きだよ。俺も好きだー。そんなイクラの天然のものと人工のものを、見分ける方法を知っているかな？わかんないや。なら説明していくよ。その方法は、イクラをお湯に入れるだけだぜ。え、そんなのでわかるの？わかっちゃうんだな。お湯に入れたイクラに変化がなければ、人工のイクラで、天然のイクラの場合は白く変化するらしいんだ。今度回転寿司に行った時にしてみてもいいと思うぜ。へえ、試してみよう。僕の中の知識が知りたいと言っている。豆知識博士のお前でも、このネタは知らなかったようだな。違うもん。他のネタ用意して譲っただけだもん。っていうかあいつはどこに行った？話そらしやがったなこいつ。と、まあ今回の雑学はこれで終わりだぜ。みんなも、楽
試してみてね。また次の動画で会おうね。バイバイ。それにしても何してたんだよ。あ、僕？いくらの話してお腹空いたからイラク料理食べてきた。全然関係ないし、そもそもイラクまで行くなよバカ。何言ってんの？似てるじゃないイクラとイラク。もう自由すぎる。それじゃあまたね。そういえばさ、以前韓国から日本の飛行機がレーダー照射されて騒がれたことあったよね。あれってどうなったのさ。確かに、何かうやむやにされたまま終わってないか。韓国政府は謝罪くらいしてくれたのか。まあ日本に頭を下げるくらいなら手を選びそうな勢いの国だから簡単には謝罪しないだろうけどな。事件当時はさ、報道やニュースでも散々取り上げられてたよね。結局何も進展しないまま終わっちゃったのかな。そうだね、日本の報道の悪いところというのかな。こういう出来事は簡単に忘れたり済ませたりするべきではない出来事だと思うんだけど、何か新しい事件やスキャンダルがあるとすぐにそちらに飛びついて何もなかったかのように取り上げられなくなるよね。だから国民のみんなの関心もすぐに薄れてしまうんだよね。国民の関心がなくなるから、政府も中途半端な対応で切り上げてしまうんだよ。きちんと何か解決の形を示してほしかったよ。なんか今回は、やけに熱くなってんじゃないか。思想が強くなってんぞ。でも本当は、それくらいみんなが熱くなってもよかったような出来事だったんでしょ？韓国との国交では納得いかないようなことが多々あるけど、この事件は、一歩間違えると、有事にも発展しかねないことだと思ったからね。少し熱くなっちゃったよ。今回は忘れてはならない事件として、もう一度この事件を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年の12月。韓国海軍の駆逐艦クアンゲトデワンが日本の自衛隊の哨戒機にレーダーを照射したんだ。これは本当にありえないことで、日本国内ではどこのマスコミも取り上げて大騒ぎになったことを皆も覚えてるよね。ああ、本当に当時は大騒ぎだったよな。よく覚えてるよ。他国の航空機にレーダーを照射するなんて全くひどい話だぜ。日本中どころか、世界でもかなり報道されたみたいだもんね。ところで韓国の駆逐艦名称ってなんか変な名前だね。確かに大王って入ってるもんね。これは実在した王様の名前なんだよね。イギリスにもクイーンエリザベスという最新鋭の空母があるでしょ。あれと同じ感じなんだよね。この名前は古代朝鮮半島に実在したコウクリという国の王の名前なんだ。韓国では現在でも人気がある王様で、尊敬されていてドラマ化もされたような人物なんだ。だからイギリスのクイーンエリザベスと同様に何も不思議なことじゃないよ。そうなんだ。イギリスのエリザベス女王はよく聞く名前だから違和感ないけど、韓国のこの王様のことは知らなかったから全然ピンとこなかったよ。コウクリの王様といえば結構韓流ドラマには登場するもんな。なんとなく知ってたぜ。まあ、駆逐艦の名前の由来がわかったから。レーダー照射事件の話をしようぜ。そうだね。この韓国の偉大な王様の名前を付けられた駆逐艦が行ったレーダー照射事件を説明するね。まず簡単に言うと、韓国の駆逐艦が自衛隊の哨戒機に火器管制レーダーを照射したんだ。単純なことに思えるかもしれないけど、火器管制レーダーを哨戒機に対して当てるということは、攻撃の前段階の行動なんだ。ということは、韓国の駆逐艦は日本の自衛隊の哨戒機を攻撃しようとしたのではないかと日本中が大騒ぎになったんだ。日本にも嫌韓の人たちは多くいるからね。当時は SNS などでその方たちが一斉に韓国叩きを始めて大変な騒ぎだったんだよね。世界中でもニュースで取り上げられて、韓国は世界中から非難を浴びたんだ。当然だぜ。戦争でも起こすつもりかよ。火器管制レーダーを他国の哨戒機に照射するなんて何考えてんだよな。哨戒機に乗っていた自衛隊の人たちは怖かっただろうね。一瞬攻撃を受けるかもと考えただろうからさ。本当にひどい話だよね。事件発生から3年が経つけど、日本と韓国の主張は食い違ったまま解決することもなく現在に至ってるんだ。おいおい日本の政治家さんたちよ。もっとガンガン韓国を追及しろよな。このままないがしろにするとまた同じようなことが起きるぞ。頼むよ。本当に。事件発生後、各局で数多くの事件の映像が公開されたんだけど、映像を見たところで判断が割れたんだよね。各方面から様々な意見が飛び交って、一層混乱に拍車がかかった感じだったんだよね。しかし、事故発生時の映像を見て、レーダーを当てたという事実を考えると、韓国の主張はどう考えても矛盾しているようにしか思えないんだけどね。ニュースでも映像は公開されたんだけど、皆さんはあの映像を見てどう思ったんだろう？映像見たぜ。
でもよレーダーを操作したことが紛れもない事実なんだぜ。主張も何もまずは謝罪するべきなんじゃないのかよ。韓国海軍の主張としては、我々は、北朝鮮の遭難船を救助していた。そこに日本の航空機が超低空飛行で接近するという威嚇行動をとってきたということなんだ。でも、映像では韓国が主張するような状況には見えないという意見が多かったんだ。救助していたという北朝鮮の遭難船の存在もはっきりしない。映像に映っているようには見えなかった。自分たちの行動を正当化するための、デタラメではないかと専門家たちも言ってるんだ。まずよ、韓国海軍が北朝鮮の遭難船を救助するってところから信用できないぜ。大体、この韓国の言い分を信じる人いるのかな？この国の役人は責任転嫁や自分たちを正当化するために話をでっち上げるなんて得意でしょ。今までだって散々やってきたじゃん。信じられないよ。全くその通りだね。今さら、自分たちは人道的な行動をとっていたんだ。と言われても誰が信じるの？って話だよね。おそらく韓国民以外は誰も信じてないと思うよ。この事件がうやむやにせずに解決してもらいたいもんだな。ところで、今回の主役の自衛隊の掃海機ってどんな航空機なんだ？戦闘機のラダイはよく上がるが掃海機ってどんな航空機でどんな役割なんだ？それ気になってた、教えてよ。じゃあ、韓国の駆逐艦からレーダー照射を受けた P-1 掃海機の説明を少ししようか。P-1 掃海機が実戦配備されたのが2013年だね。それ以前はアメリカのロッキード社製の P-3C オライオン活動していたんだけど、その代替機として P-1 掃海機が登場したんだ。P-3C オライオンという機体は、初フライトから60年も活躍した機体なんだ。すごい息が長い機体だよね。この機は軍事活動だけでなく、気象観測や消防業務などの非軍事目的にも大いに活躍したんだ。世界20カ国で運用されていて、別名掃海機のベストセラーと呼ばれていたそうだよ。その P-3C オライオンが引退となり代わって登場したのが現在の P-1 掃海機だね。60年、すごい長い間活躍してたんだね。P-3C オライオン長い間お疲れ様でした。オライオンと P-1 掃海機を比較すると、機体の大きさは P-1 の方が少し大きくなってるよ。そして最大の違いはエンジンだね。オライオンはプロペラ仕様のターボ型でしたが、P-1 はより力があるジェットエンジンに変更されたんだ。このエンジンを作ったのが IHI 社、川崎重工業が中心となり製作されました。ということは、この P-1 掃海機は日本の純国産掃海機と呼んでもいいんじゃないかな。長年の悲願が達成したということになるよね。そうだったのか。日本の純国産掃海機とは素晴らしいじゃないか。そうだね。これは日本人として喜ばしいことだと思うよ。もう少し P-1 掃海機の説明をしていくね。P-1 掃海機の主要任務は当然掃海行動なんだけど、でも爆弾層には潜水艦攻撃用の兵装が収納可能ということなんだ。だから万が一の緊急時に即対応できる攻撃力も増強されたということになるよね。そして、もう一つ気になるところが、この掃海機のお値段だよね。どれだけの軍事費がつぎ込まれてるのか気になるよね。P-1 掃海機の開発コストは3500億円と言われているんだ。すでに購入した1機あたりの値段を算出すると、175億円ということになるよ。現在購入を進めている F-35 ライトニング戦闘機は1機あたりの値段が116億円だから、比較すると P-1 掃海機はかなりのお値段だということがわかるよね。開発費3500億円1機あたり175億円、気が遠くなるようなお値段だね。でも日本で開発された機体なら他国に売ることもできるんじゃないの？もちろん、それだけの経費を埋めるために、P-1 掃海機の輸出も考えたんだ。輸出の対象国としては、イギリス、ニュージーランド、カナダ、ノルウェーなどだね。でもどの国も反応はいまいちだったみたいだよ。日本製の機体を信用できなかったのかな？ P-1 購入をしなかったイギリス、ニュージーランド、ノルウェーの3カ国はアメリカ製の P-8 掃海機を購入したそうなんだ。残るカナダも日本製の P-1 掃海機を購入するのは難しそうだね。はぁ、なんでだよ。安心と信頼の日本製だよ。本当だよ。ものづくりの日本が作った掃海機なのに買ってくれないの？やはり、日本製の信頼はあったとしても軍用の兵器となるとアメリカと比べたら実績は少ないからね。巨額の開発費を投じた掃海機はいつになれば世界に認められるかな？でも必ず近い将来日本の掃海機が認められて、世界の空を飛び回る時が来るんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ゴンドラ、
お隣韓国とオーストラリアが何かバチバチやってんな。あれ？日本と韓国じゃなくて、オーストラリアが揉めてるの？日本と韓国はフェイス同士が常に揉めてるが、今回は韓国とオーストラリアのメディア同士が揉めてるって感じだな。そうだね。オーストラリアのオーストラリア戦略政策研究所が韓国が進めている、軽空母プログラムについて税金の無駄遣いだと批判したんだ。もちろん、こういう批判を受けるとプライドが高く気が短い国民性のお隣韓国はブチ切れだよね。オーストラリアこそ無駄が多い装備の調達をやっていると猛反発して、この論争バトルに発展したんだ。別によ、よその国が勝手に言ってることなんて無視しとけばいいだけなのにな。本当に韓国は揉め事が好きだよな。これまでだってそうだったじゃん。自分たちは他国を批判するのに、自国が批判されると目の色変えて怒り出すよね。それは国民性としか言いようがないよね。日本メディアというものは、自国は褒め倒して他国を批判するもんだからね。それを真に受けて、揉め事に持っていくあたり韓国らしいよね。中国とアメリカには、何言われても聞こえないふりしてるけどな。確かに。今回は、この韓国とオーストラリアの揉め事を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。韓国がブチ切れた内容は、ASPI オーストラリア戦略政策研究所が発表した。必要のない空母の調達を試みる韓国という記事なんだ。これは15年ほどアメリカの航空宇宙産業関連メディアでアジア太平洋方面を担当してきた、ブラッドリー・ベレット氏が執筆したもので、そこにあなたが韓国人でないことを感謝すべきだとまで書かれていたんだよ。ここまでこき下ろされて、プライドの高い韓国人が黙ってるわけがないよね。そりゃあ、なかなか痛烈な批判だな。韓国人全員を敵に回すような記事だ。でもさ、今の時代なら空母を保有するなんて当たり前のことなのに、なんでそこまで批判されたんだろう？ベレット氏の執筆内容を詳しく見ていくと、朝鮮半島は非常に狭く北朝鮮から祖国を守るためだけなら、陸上基地からの航空カバーで十分だから、空母を海に浮かべて、F-35 による航空カバーを別途整備するのは税金の無駄遣いと指摘してるんだよね。北朝鮮以外の周辺国に対応するためだとしても、ミサイルや潜水艦の攻撃に弱い空母を狭い海域で運用するのはナンセンスだ、とも指摘されている。簡単に言うと、韓国に空母は必要ないのに、なんで無駄なお金使ってまで空母必要なの？頭おかしいの？ってことだよ。いやいや、そこまで言ってないじゃん。大丈夫ですか？少し考えましょうねぐらいでしょ。いや、まあまあどっちも言い過ぎだからね。実は、韓国政府だってそれくらいのことはわかってるはずなんだよね。なのになぜ多額の費用をつぎ込んでまで、空母を必要だとしてるのか？結局のところ、やはり行き着くところは国民性って話になるんだよね。韓国が空母を欲しがる本当の理由は、民族の潜在的な欲求ってこと。え、どういうこと？日本に対するライバル心ってことさ。海上自衛隊の出雲型護衛艦の空母化を進める日本への対抗策ということだね。日本を出し抜きたいというナショナリズムを利用して数十億ドルもの税金を虚栄心を満たすためだけに、空母につぎ込む無駄な軍事プロジェクトを進めてるってことなんだよね。要は日本が空母化を進めてるから、こっちも負けられない。本当は必要ないけど負けたくないから買ってしまおう。ってことだね。なんとも韓国らしい考え方だよな。どうしても日本にだけは遅れは取りたくないって考えなんだろうね。さらに記事にはこんなことも書いてあったよ。韓国は空母に国産レーダー、国産の垂直発射装置、国産のシウスなんかの装備を新たに自国で開発して、空母に採用しようとしている点で、入手可能な装備を再発明することで飛躍的に何かが向上するわけでもないのに、わざわざ国産化を進めるのは、テクノナショナリズムでしかないと切り捨てて、この記事を読んでいる読者が、軍事プロジェクトに多額の税金を投入して、無駄にする韓国の国民でなくてよかった、とまで書いていたから、それは韓国側は怒り心頭だよね。ベレット氏もなかなかの怖いもの知らずだよな。こんなこと書いたら韓国民が何するかわかんねえぞ。この国民が未だに1世紀近く前のことで日本に因縁つけて絡んでくるような国だからな。一生恨まれるぞ。怖いベレットさん絶対韓国には行かないでね。この記事に対して韓国の反応はどうなんだ？韓国のメディアは、あなたが韓国人でなかったことを感謝すべきだという記事は韓国人を怒らせるには十分だ、と語り、ベレット氏が韓国の軍事プロジェクトに噛みつくのは彼の祖国オーストラリアが100兆ウォンもの税金を、投入して防衛育成産業に失敗したためで、新興国の韓国が2兆5000ウォンで国産空母を調達したことに嫉妬しているだけだ。
とベレット氏の記事に対して反論したそうだよ。え、いつも日本に嫉妬して難癖つけてくるくせに。韓国がこんな指摘をした理由としては、オーストラリアは、防衛産業育成を通じて、製造業の立て直しを試みたんだけど、コリンズ艦の性能は期待外れで、オーストラリア海軍にとってイージスシステムを初めて採用したホバート級駆逐艦は、韓国の駆逐艦より小型なのに調達コストは 2.5 倍と高価で、スペインの設計を有用して建造したキャンベラ級強襲揚陸艦は F-35 運用というオプションを想定していたけど、本当に F-35 を導入するには大規模な改良が必要になってしまい、事実上空母の調達に失敗したからだ指摘したんだよね。入手可能な装備を自国開発することらムラネテクノナショナリズムと指摘された件に関してはどうなんだ。その件に関してもオーストラリアは防衛産業育成に失敗したため武器の国産化に関する利点や波及効果を経験したことがなく理解できないのだろうとこれも激しく反論したんだ。お互いかなりバチバチだな。韓国人はプライド高いからな。いつまで経ってもこの論争らおらねえぞ。本当にその辺にしといた方がいいよベレットさん、と言いたいところだけど、さらにベレット氏は韓国の KFX は21年前に開発された FA-18EF ブロックの再開発に過ぎず、国産軽武装ヘリコプター LAH は、軍の需要だけでは成立しないため、同一機体で民間需要にも対応するため妥協しただけの産物だと、またこき下ろしたんだ。もうやめとけって、いつまで経ってもおらねえぞ。別に韓国とオーストラリアの問題だからいいじゃん。日本は関係ないんだしさ。実はこの記事には、日本のことも書いてあるんだよね。マジかよ、日本にもベレット氏は喧嘩売ってんのか?なんて書いてあんだよ。日本にもコストがかかり正当性を疑うような国産兵器プログラムがいくつもある、と韓国に対してほど痛烈ではないけど批判されてるのは間違いないよね。ちょっと、と思ったが日本人はこの程度の批判なんて相手にしないけどな。勝手に言ってろよって感じだな。正直、他国の安全保障上の決定にオーストラリアの国防戦略に特化したシンクタンクが、ここまで過激に噛みついて批判する必要があったのかは謎だよね。他国の軍事評論家の話では、ベレット氏が所属する ASPI の運営には、オーストラリア国防省からの資金が流れ込んでいるから、アタック級潜水艦プログラムに集まっている不満を散らす目的で、今回の記事が作成されたんじゃないか?なるほどな。自国への不満を他国を非難することでてそれは韓国のやり方と一緒じゃねえかよ。確かにそうだね。どっちもどっちってことだね。でもこの論争は、これからも大引きそうだよね。日本は関わらないようにしとこうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。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